映画無伴奏に出演する斎藤匠そんな彼の恋愛に関する発言について今回は見ていきたいと思います斎藤工がこれまで発言した恋愛や結婚観理想の彼女や好きなタイプなど関連エピソードも含めとにかくまとめています斎藤匠斎藤匠生年月日 1981年8月22日、血液型、A 型、星座、獅子座、出身、東京、職種、俳優、モデル、現所属、ブルーベアハウス、関連情報、身長184センチメートル、 3サ,サイズ94の73の920靴のサイズ2 8トル。斎藤幸の恋愛に関する発言エピソード初対面の女性のどこを最初に見るか全体の雰囲気をさりげなくチェックカッ笑い実は僕人見知りが激しいんです人を包み込んでくれるような柔らかい雰囲気だとやっぱりホッとするみたいです デート関係について理想のデート車を運転するのが好きなので助手席に乗ってくれる方の好きな音楽などをリサーチして車をベースに空間プロデュースしたい冬のデートなら彼女と2人で鍋を囲んでみたい冬ならではのあったかい感じがいいですね鍋の白い湯気で彼女のお化粧が崩れちゃう彼女は メイク崩れを気にして直しに行くんだけどまたお鍋を食べ始めると崩れちゃうみたいな笑い映画は一人で見るのが好きだけど出かけるときは恋人と一緒にいろんな体験を共有したい斉藤幸の好きなタイプについて自立した女性しっかりと芯がある女性また冬なら寒さを 夏なら暑さを楽しむような、季節感のある女性がいいですね。僕も旅が好きなので、一人でフラット旅とかをしちゃうような女性は素敵だなと思います。ちょっと余裕がないとき、そんな自分を許してくれるようなそんな女性がいい。振り返ったときに、シャンプーの香りがずっと続く人、笑い。その他斉藤幸の恋愛関係についての発言。 女性にときめく瞬間。天の弱な人は気になりますね。パーティーに来ているのにすごくつまらなそうにしている人とか笑い彼女から本気でノーと言われたい自分の意見に何でも同調する女性ではなくてちゃんと自分の意見をしっかり持っていて自分と違うところはノーと言ってくれる人がいいらしいです。 告白に関して、失恋の苦しみって一番苦しいと思うだから好きでも告白をしなかったり振られる前提で振られる予行練習とかをして告白したことがある斎藤功にとっての恋愛とは恋愛ってお互いが心地いい距離を見つけるのが難しいから譲り合って2人だけの距離を見つけていくのが大切なんじゃないかな 相手に対して究極の興味を持つこと。今は全然ない。自分はバランスが良くない。結婚したら仕事とプライベートのバランスが保てなくなる。だから全くない。